つもご視聴いただきありがとうございます。今回は青森県大鰐町に行ってきました。足湯もしてきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、今回は青森県南津軽郡大鰐町のランチと惣菜の店なでしこに行ってきました。お店の場所の地図です。大鰐駅から歩いてすぐ近くにあるお店です。3連休の大鰐町はにぎわっていました。向かいに東央信用金庫や山崎食堂があります。前から興味があったお店です。お店の外からとてもいい雰囲気です。夏でも食べたい鍋焼きうどんと書いてあります。ランチメニューも気になります。お花や緑でとてもいい雰囲気、お邪魔します。素敵なテーブル席に案内していただきました。大鰐町の地元の食材を使ったメニューが多いなぁと思いました。店内はとても雰囲気がよく落ち着く感じです。テーブル席や奥の方にお座敷席もありました。装飾品がとてもいい雰囲気、緑もいっぱいですね。奇跡の野菜赤ビーツのことが書いてありました。ランチ一番1180円を注文、食後の飲み物付きです。たっぷり量のご飯にビーツのマリネ、大鰐もやしの炒め物や大鰐もやし入り味噌汁、青森県産豚、ビーツのドレッシングなどがあります。いただきます。大鰐もやし入りの味噌汁です。お揚げも入っています。優しい味のお味噌汁です。大鰐もやしのシャキシャキの食感がとてもいいです。小鉢です。これも大鰐もやし入りの炒め物、これもとても食感が良くて美味しいです。ご飯は大きなお茶碗です。普通の2倍ぐらいあるんじゃないかなと思います。つまり大盛りです。ビーツのマリネです。ピンク色が綺麗ですね。酢、玉ねぎのような感じの味でした。血液がサラサラになりそうです。きゅうりの漬物、ちょっとだけピリ辛です。これはご飯がとても合う。ピンクがかった紫の綺麗なドレッシングがかかったサラダです。ビーツのドレッシングです。爽やかな味わいです。とても珍しいけど色がとても綺麗で美味しいです。青森県産ポークの塩麹炒め、これはご飯と一緒に食べるべきものですね。お肉がめちゃくちゃ柔らかくてとっても美味しい。これはご飯がどん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 進んじゃいます。なぜご飯が大盛りなのか理由が分かった気がします。この豚肉をどんどん堪能するためです。私は塩麹焼きが大好きです。塩麹って鶏肉にも豚肉にも野菜にもいいですよね。とても体にいいですしね。そしてお肉を柔らかく美味しくしてくれます。お肉一枚でだいぶご飯が進んでしまいました。本当にご飯に合います。このお店に来たら青森と大鰐町の特産品が
たくさん食べれてとてもいいと思いました。このビーツという奇跡の野菜が大鰐高原というところで採れているということを私は初めて知りました。この野菜は相当優秀なようで、血流を良くしてくれて、血栓予防やダイエット効果、むくみ解消、高血圧予防と、私に必要な成分ばかり入っています。すごい、どこに売ってるんだろう。ところで思い出したのですが、奇跡のリンゴの木村さんも大鰐町出身ですよね。大鰐温泉もやしといい、ビーツといい、奇跡のリンゴといい、大鰐町ってすごく健康志向の高い町なのかな。関係ないかもしれませんが、ちょっと気になってしまいました。このお店の大鰐温泉もやし入り鍋焼きうどんがとても気になります。私の後に来たお客さんたちがみんなこれを頼んでいました。最近出たワンコインランチでとてもお得に食べられるようです。本屋で買おうかどうしようか迷ってちょっと読んだのですが、だいぶお得に食べられるようでした。最後はリンゴのコンポート、これもビーツで色付けしてるのかな。ピンク色に染まっています。あまり甘くなくてあっさりしていてとてもいいお味です。ごちそうさまでした。食後のコーヒーにチョコがついていました。お店の人の優しさが伝わってきますね。食べ終わったら足湯です。大鰐温泉駅前で足湯をしたいと思います。朝7時から午後6時までやっているようです。前に平日に来た時は誰もいなかったのですが、今日は3連休でたくさんの人が足湯をしていました。足湯って足がポカポカしてとてもいいですね。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。